都心の一棟 RC？ まあ、私だったら多分 1L ぐらいの広さになっちゃうのかもしれないですけど、なぜ 2L にしちゃったか。 1L と 2L で、うん、全く違うんですよ。ジャッジは都内某所にある豪邸、ここに住んでいるのは、あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。不動産投資家の中島亮さん、北関東を中心に投資をしていて、年間家賃収入は 1.9 億円、キャッシュフローは4700万円だ。中島さんの投資手法は、地方の古い物件を安く購入し、高利回りを狙うというもの。一部屋2500円という激安の区分マンションから、1500万円の巨大な社員寮まで、手掛ける物件は幅広い。地方地区古物件の魅力を教えてください。もう何と言っても高利回りなんですね。高利回りであればキャッシュがどんどん入ってくるといったところが非常に魅力的だというふうに思っています。中島さんは自身のことをこう呼ぶ。地方高利回り絶対主義大家。そんな中島さんに楽町はこんな企画を持ちかけた。今回の企画は、中島さんに都内の新築一棟 RC を見てもらいます。都心の一棟 RC？ まあ見るだけなら。そして買いかどうかを判断してもらいます。それは普通買わないでしょ。今回中島さんが検証する物件がこちら。東京中野にある新築一棟 RC マンションだ。土地建物合わせて価格はおよそ2億7000万円、表面利回りは 6% だ。設備や間取りをきちんとやろうというふうに思ってまして、分譲クオリティを目指した物件になってます。そのあたりの質の良さを見ていただければななんて思っております。中島さんが普段買っているような物件とは真逆のピカピカの新築物件。果たして中島さんはどんな判断を下すのか。今回は自身も不動産投資家のアナウンサー桜井千里さんがナビゲートする。さて中島さん、現地にやってまいりました。とうとう来ましたね。来ましたね。どうでしょうか。こちらも実際に物件があるんですが、第一印象いかがでしょうか。第一印象は外観は今風の感じで、コンパクトに まとまってるようなイメージを受けました。この辺りのエリアも少し気になっているというところはありますかね。先ほど都庁が見えましたですよね。歩きながら見えましたよね。あれあそこまで3キロぐらいなんですよ、徒歩で。近い、結構近いですか。徒歩で行くと40分ぐらい、なのでそういったその距離の近さというのが今後ね、発展に大きく寄与していくんじゃないかなというふうに思っています。いやー、じゃあちょっと物件も新しいですし、エリアも良さそうな、ちょっと気になるということなので、今回こちらの物件の企画開発を手掛けられた方々に登場いただきます。お願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。物件を手掛けたのは株式会社めぐる。一棟 RC マンション専門で企画設計施工を手掛ける新築 RC 建築のエキスパート集団だ。今回はこの物件を担当する大神さんに案内してもらった。この近辺は神田川が近いと思うんですけども、洪水とかそういった話っていうのはないんですね。溢れるとか、よく神田川って溢れるような感じが。ですね、多分駅から、歩いていただいたと思うんですけど、実際に神田川が流れているところに中野新橋っていうのがかかってるんで、駅名が中野新橋なんですけども、そこからちょっと坂を少し上がっていただいてここまで来ていただいたと思うんで、結構高台になってるところに、
あとではその地震、はい、地盤が結構強くて、うん、でこちらの物件も、改良地盤改良なしで、うん、建ったんですよ。で地盤は硬いので、まあ、薬剤注液もしなかった、しなかったです、しなかったです。あ、そうなんだ、はい、いよいよ物件チェック開始。まあ、当然最近の流行りの宅配ボックスは入れていて、オートロックがついています。この辺はポータルサイトとかの検索条件にも引っかかってくるところなので、はいはいはい、きちんとつけています、うん、これは何のために。あ、これはですね、まあ、今お昼なんで目立たないんですけど、うん、下からライトを当てるととても綺麗なんですよ。おしゃれだおしゃれだよね。絶対おしゃれですよ。うちも構えを気に。これ女性は家帰ってくるとき安心ですよね。安心だよね。ほのぼのしちゃうよね。あれ、ここなんか見えますよ。中島さん、ここの気になりませんか。すごい気になるよね。実はここが半地下階の、半地下、最高窓兼避難窓になってるんです。見た目4メートルはありそうなんですけど、これは坑道ですよね。坑道です。でも問題があるとすると、ここはなんか怪しい感じなんだけど。じゃあ私道でセットバックして4メーター道路になってるような形ですね。あ、そうなんですね、はい、ここ2号道路、そうですね、はい、続いて室内をチェック。じゃあどうぞ。失礼します。はい、失礼します。おお、どうでしょう、入ってきた、うん、まず印象はどうですか。まあ現代風だよね。現代風、うん、私の時代と違うな。私の場合てか3畳で共同お風呂と共同トイレだったから。そうだったんですね、うん、ただやはり周りの目がね、やっぱり立て込んではいるよね、田舎に比べると。まあそうです。この間取りは何になるんですかね。 2LDK ですね。 2LDK、 はい、うーん、こちらの、部屋と、うん、こちらの部屋でですね、2つ部屋を。ここにも部屋あるんですもんね、はい、押し入れじゃないもんね。こんなものが、あら、これカーテン。これはですね、うん、ロールスクリーンなんですけど。スクリーン、はい、スクリーンですか。スクリーンの先を見てください。おお。これは監視カメラではなくプロジェクターなんです。プロジェクター、はい、あー、でこれが画面になるのになります。最近の方は、うん、テレビをあまり見なくて、うん、動画なんか見るんで、逆にこういったプロジェクターの方が好まれますね、うん、ここは可愛いですからね。これは何、可愛いですもん。これは何のためなの。これはですね、実は総大理石のキッチンなんです。え、大理石です。もちろん人造の大理石なんですけども、あ、大理石を粉にしたものを固めたもので、本当の大理石なんです、しっかりされてますね、確かに、はい、やはり 1LDK、2LDK で建ててしまうと、うん、どうしても、まあ、ワンルームや 1K を詰めていくよりも、うん、どうしても利回り下がっちゃうよねっていうのがあるんで、うん、建築費をやっぱ下げないといけない。でも建築費を下げても、うん、グレードを下げちゃいけないんですよね、うん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 、でそこで、何をやっているかっていうと、うん、このキッチントップだったり、うん、無垢のフローリングだったりっていうのを中国 のサプライヤーからうちは直輸入してます。じゃあ仕入れの段階でこだわってる。はい、そうですね。ここで中島さんの頭にある疑問が。まあ、私だったら多分 1L ぐらいな広さになっちゃうのかもしれないですけど、なぜ 2L にしちゃったかっていう。 1K やワンルームのような狭い部屋をたくさん作った方が家賃収入が増えそうだが、ですね、それがですね、1L と 2L でポータルサイトに出てる物件の数が全く違うんですよ。この、物件を計画していた時に、ポータルサイトで 2LDK を、単なる 2LDK という条件だけで検索したんですけども、13件だったんです。おお、そうなんの。ワンルームで検索するとするじゃないですか、うんうんうん、その時は、890件だったんです。はいはいはい、でそれだけ、大きい部屋っていうのが東京だと、うんうん、まあ、枯渇されてまして、うんうん、で特に、うん、2LDK っていうのは市場に出てない、うんうんうん、なので客付けのことを考えると 2LDK にした方が。ところで気になる家賃はというと、ここは家賃いくらですかね。建設当初は、17.5万で、設定していました。17.5 万だと利回りはいくらだったんでしたっけ。それだとですね、利回りが 6.01% です。次に見たのは外観で気になった半地下のお部屋。
では入りますよ。はい、はい、おー、あ、こういう感じなんだ。でも天井高いね。パンチカって感じはあまりしないですね。全然生活にはもういい感じ、うん、違和感は全くないですね。ない、全然ない。半地下のお値段なんですけど、どんな感じで家賃料は。実はですね、あの上の階1階2階3階と賃料は変えてないんです。あ、そうなんですか。はい、理由としてはですね、うん、この半地下だとですね、うん、まあ、一番下なんで、うん、音が響きにくいっていうのがあるんですよ。あ、長所がある、ね、はい、でさらにこの横の方向の音も響きにくいので、うん、結構静かなんです。うちの物件を買ってくれた投資家のほとんどはですね、うん、半地下をペット化にしてるんですよ。あ、なるほど。あ、ペットの鳴き声とか。そうです、鳴き声とか、あと下に音が響かない。あのペット大丈夫ですかって聞かれるケースが新築でも結構多いんですよ。うん、雨漏りとかどうなの。あ、私も思いました今まさに、はい、あの道路の水が。そうですよね。その水に関しては全部傾斜をつけていて、まあ、外から入ることはまあ基本的にないでしょうと、うん、でまあ、ここの立地の高台というのもありますと、うんうん、であとあのどちらかというと水よりも怖いのは地下水なんですよ。ちゃんと半地下の施工をしていない会社さんだと横から水が来るんですよね。ただあの弊社の場合は、うん、実は水を通さない粘土質の土を外に入れてるんです。ね、粘土質。そうですね。あ、水通さないの。水を通さないんです。じゃあそういったあの加工をしていないと本当にこう壁から水が流れてくるようなことが起こりうると。流れるというか、ええ、水が染み出してくるので、あの最悪ですね。かびるんですよ。うわ、あ、なるほどね。最後にチェックしたのは最上階。この部屋にはこんな場所が。私このベランダの気に入っちゃったよ。すごい広いですよ、ここ。あ、これすごいね。中島さん、ここバーベキューできるぐらい広いですね。わ、ほら都庁が見えるよ、都庁が。見たいです。ほら、丸見え。あらららら、ら、え、都庁。あ、すごい近いですね、都庁。これがないと狭いよ、ね、ちょっと狭く、あ、うん。ルーフテラスを作ったのは都庁を眺めるためではなく、実はある理由が。実はここの、ベランダがあるのは、うん、ここがですね、車線制限にかかるところなんです。北側車線制限で高さを取れないので、こちらを代わりにルーフテラスにして物件価値を上げた。北側車線制限とは、日照権の確保を目的として建物の北側に斜めの線を引き、建築可能な範囲を制限すること。建物を高く建てると最上階の部分は斜めに切られ、占有面積が狭くなってしまう。そこでこの空間をルーフテラスとして活用、部屋の狭さを補う付加価値を加えることができた。敷地を最大限有効活用する工夫は他にも。半地下を作ることで容積率の緩和を受け、部屋数を6室から8室に増やすことに成功。利回りアップにつながった。より、広い建物の占有面積を取るために、うん、高度車線ギリギリまで取って、うん、上に上げて、その分半地下を潜らせて、うん、容積を最大化してますと。さあ、中島さん、ここまでいろいろと内観見てきましたけれども、率直にいかがでしょうか。すごくね、よく考えられてるなと思いますよ。でしかも大家目線で見てるんで、大家にから見て、あの、いい方向に、いい方向に考えられて作られてると、うん、いい、私すごくいいと思いますよ。物件そのものには好印象を持った中島さん、ここからは投資としてはどうなのかを検証していきます。あの、見ていただいた時はすごく、うん、あの、いい点ポイントをすごく挙げられていたと思うんですけれども、うん、もう少し気になる点などございましたら。そうですね、はい、建築の単価なんですけれど、はい、ネットで見たんですけれど、はい、
まあ、RC の坪単価というのが出てまして、はい、東京都が105万。105万っていうのが、うん、おそらく3年前ぐらいの単価かなと思います。大体3年前ぐらいの、はい、作成された資料みたいですね。うん、多分今だとそれが130万円ぐらいには最低なっているのかなという気がします。まあ、2割ぐらいは上がってます。あ、そうなんだ。もう本当に高くなって、その中でよく利回り取れてますよね、御社ね。その分利回りを取るために半地下の施工技術を磨いたっていうのが、うん、まあ、弊社の、まあ、戦略でした。なぜこんなに安く施工できるんでしょうか。普通建設会社って手広くやってるんで、うん、木造もやってます、鉄骨もやってます、うん、RC もやってますっていう感じなんですけど、うん、RC 専業です、うん、で、RC 専業にすることによって、うん、まあ、設備であったりとか、うん、まあ、職人さんのコストとかを、うん、まあ、ギュッと、うん、効率化することができていますと、うんうん、ここからは中島さんが作成したシミュレーションを発表。今回の物件をシミュレーションしていきます。物件価格が2億6500万円、利回りが 6%、 初年度の毎月想定家賃は約1590万円、ローンは頭金2割、金利 1%、 期間30年の想定です。入居率は 98%、 管理費は 5% です。私の経験上、新築の修繕費はほとんどかからないので、保険などを含めたその他経費は20年目まで 5%、 それ以降は 10% で計算しています。取得税や固定資産税などを考慮すると結果はこうなります。最終的な運用で稼げる額は30年目で約7700万円となります。ただし家賃が読めないという問題が一つあります。今回は家賃の下落率を年 0.25% で計算しています。現在都内の市況は上がり基調ですので正確には読めません。さらに売却ですが、築30年で利回り 7% で売却できると仮定すると約2億1000万円になります。そしてインカムとキャピタルを合算し、最初の手出しを引いた最終的な利益は2億1000万円です。で、リスクはどうなのかって見ると、うん、私はあんまりないと思うのね。中野のあの場所で、うんうん、都庁から歩いて、3キロの地点であれば、人口減少したとしてもそんなに影響しないでしょう、しないでしょうし、うんうん、土地値も下がるとはちょっと思えないし、うんうん、いう話であれば、うんうん、私はいいのかなっていう、おと思うんだけれど、うんうん、さらに、うん、あんまり今までやったことないんだけれど、実は中島さん、同じ投資金額で地方の一等物件に投資した場合のシミュレーションも作っていた。結果次第では中島さんのジャッジが変わってくる可能性も。地方投資で目標となる利回り 15% をもとに比較検討してみました。築30年、物件価格が2億6500万円、利回りは 15% の一棟 RC で考えています。私が実際に買っている小賀や小山の物件に近い条件です。ローンは頭金2割、金利 2%、期間10年です。入居率は 93%、管理費は 5%、家賃下落率は 1% で、その他経費は 15% です。そうすると、30年後の最終的なインカムは3億6000万円と中野の物件と比較して差がつきます。30年後に利回り 18% で売れたと仮定した時の総合的な収支は4億4000万円と、こちらも差がつく結果です。ただし、地方も都心もあくまで想定であり、地方の場合は家賃や売却した時の価格が下がる可能性があります。また、都心の場合は家賃が上がったり、売却価格が上がることも期待できるのですが、まあ、何とも言えない状況です。ただし、運用益という点では、15% の利回りの物件であればという前提ですが、地方投資の方が良いという結果になることは、
間違いないと思います。まあ、数字だけ見るとね、まあ、地方の投資の方が私はいいのかなというふうに思ってるんです。雲行きが怪しくなってきたところで、大神さんが口を開いた。いや、シミュレーションありがとうございましたと。はい、で確かに、おっしゃる通り、うん、おそらくチクフルの方が、うん、運用してては儲かると思うんです。うんうん、でところが弊社ですね、持ってよし売ってよしっていう部分を結構大事にしてまして、うん、持ち続けることも実はリスクなんじゃないのかなって思ってるんです、うんうん、RC の長い耐用年数っていうのもいいところで、うん、RC の住居用の耐用年数って、47年なんですよ、うん、で、都内の、RC、金融機関35年出すところも結構ありますと、うんうん、で11年目12年目で売ったとしても、うん、耐用年数35年余ってるんで、うん、次のお客さんが35年ローン使えるんですよ、うんうんうん、物件のですね、うん、維持管理に、うん、煩わされるとなく、うん、でさらに、新築の広めのものであれば、うん、客付けも、まあ、そんなに苦労しないでしょうと、うん、10年間持ちます、うん、でその後に、さら地にするんじゃなくて、うん、手放れよく売っちゃいますっていう形で考えると、うん、非常に効率的な投資ができるのかななんていうのが、うん、我々のお客さんの投資家の考えとしてはそういう方が多いですね、うん、おっしゃられることはよくわかります、うん、この後はいよいよ結果発表。果たして中島さんはどのような判断を下すのか。さあ、それでは結果発表のお時間です。それでは中島さん、ジャッジをお願いします。ジャッジは買います。おお、買います。おお、買います。おお、買います。すごい。理由を今からお話しますけれど、今後ね、地方でずっと継続していって、やっていくと、そろそろ現金でね、現金で買っていく。今後今キャッシュがどんどん溜まってきてるので、年間3000万ぐらいは溜まる。3000万の物件を現金でどん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 買い回ししていって、最終的に私のまあ寿命である84歳ぐらいまでに行くと、だいたい40億からまあ60億ぐらいの物件になる。なおかつね、今ローンが6億あるんですけれど、短いローンが多くて、5年後にはそれが半分ぐらいになるんですね。さらに10年後は1割ぐらいになってしまう。そうすると今後は現金で買い進めて、なおかつローンも減ってくるということであれば、このまま地方投資を推し進めていくと、無借金で、無敵の無借金で40億近く、今でキャッシュフローで5000万ぐらいなので、さらにさらに増えていくという状況にはなる。なので本来はまあ投資方法を変える必然性というのはあまりないんだけれど、地方の場合はどん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 チクフルになっていけばなるいくほど、銀行は何といっても築年法定耐用年数を重視し始めている。そうすると買いたいと、利回りで計算して買いたいという人がいたとしても、銀行がノーを出す、イエスと言わないと。そうすると仮に40億あるという中でも売れない物件というのは半分ぐらい出る可能性がある。そうすると40億が20億になると。それは避けなければならない。都内の物件であれば上物が朽ちたとしても地面があるんで、銀行もそんなに冷たい対応は取らない。つまり出口があるということを考えると、まあ軸足はね、地方に多分ずっと置いていくと思う。都内はさすがにね、現金で買えないので借金をしていかざるを得ない。でもそろそろ都内にもね、手を伸ばして、資産としてある程度形成していかなくちゃいけないと。でさらに言うと、やっぱり娘2人いるんですけれど、やっぱり都心で生活してるので、地方ってあんまり行きたがらないよね。やっぱり悲しいことに、我々が地方でアパート買うとき、なんでその売り手は買わないのか、売るのかと。
いやもう2代目がやる気がないからというパターン多いんですね。その娘たちのことを考えると徐々にね軸足も都内に置いていかなければいけないのかなと。でさらになるだけ新築が欲しいと。それはやっぱり補修が必要になると娘たちってやっぱストレスに感じるんですよね。ということを考えると、地方一等やや修正主義でいくのかなと。絶対主義は貫けないのかなと。そういった中であの物件を見るとエリアもバッチリだし、で中もすごくいいし工夫されてるんですよね、もうすごくね。それを考えると私は買いかなというふうに思いました。いやー、うん、ありがとうございます。ちょっと驚きだったと思いますが、よかったそうですね。いや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 、いやでもありがたい限りです。やはり持ってよし売ってよし、うん、安心できる物件っていうのを手掛けているので、うん、まあ、それが僭越ながらお伝えできたのかななんて思いました、うんうん、よく、まあ、伝わりましたですね。ただそうは言っても私はもう、ね、年間の家賃が2億円、まあ、近くになっているのでできるけれど普通はできないですよ。駿河問題が発生して以来普通のサラリーマン大家は頭金2割必要になると。そうですね、うん、普通は4000万も5000万もキャッシュで用意できる人ってのは相当限られているので、まあ、私の考え方からいくと地方一等でお金を資金を作ってそれをで都内に打って出るという流れが私は一番適しているのかな。やっぱりキャッシュ稼がないといけないしギリギリで都内投資すると辛いですよね。ちょっとした修繕があっただけで1000ぐらい飛ぶんで簡単に。通常はまず地方から私はやっていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうには思ってます、うん、ところで最近は建設会社が倒産するケースが相次いでいる。木材など資材の価格高騰や人手不足が主な要因だ。株式会社めぐるはどのような対策をしているのだろうか。まずものすごく簡単な、うん、方法が一つありまして、うん、最近ですね、うん、施工会社のですね、うん、倒産時保証保険っていうのが、うん、いいね、出始めたんですよ、うん、仮に、建設会社倒産した時も、うん、最後まで建てるのに足りない額が保険金で、出てきますと、うん、そういう制度が、出てきまして、ちゃんとアンテナがあってそういう保険があることを掴んでいる、うん、建設会社、うん、でそして例えばその保険も使いますよっていう形であれば、うん、逆説的にですね、うん、ちゃんと考えているし、うん、保険会社が、うん、財務をきっちり判断してくれているっていう形になるので、うん、倒産保証の保険使いますかっていうのを聞いてみるのは一つのポイントかなと思います、うん、都内の新築物件を手掛ける株式会社めぐる、今回の物件のような生計地だけでなく狭小地や旗竿地などの不生計地にも建物を建てられる技術を持っているのだという。これまでの実績などは実際ホームページにも掲載されておりますよね。そうですね、はい、そちらを見ていただければ、本当に旗竿であったり、変形地三角地であったりそういったところの物件の写真も載せていますので、ぜひ参考にしていただければありがたいですね。最後なんですけれども、はい、牛山社長どうでしたか。いや地方小売回り絶対主業法屋の中島さんにまず買っていただける、うん、判定いただけるとは思ってなかったので、すごく嬉しい気持ちと、ね、ぜひ弊社の場合ですね、年々仕様だったりとか、まあ、中だったりとかが変わっていくのでぜひ、これをご縁に毎年毎年また見に来ていただければなと思っております、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。毎年買えといやいやということで、はい、今日はここまでになります。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。